吉田さん、人は人うちはうちってずーっと私ね、あのー、この下の句というか深い意味があるんじゃないかなもしくは深い意味をつけられるんじゃないかなと思っていたんですよ。でまさに今この暮らしね吉田さんが前回動画でおっしゃってくださったように私はね子供がが「何でお父さんこうなの?」って聞いた時に答える用意を結構してるんですよね。あのー、多分昔の昔 よそはよそう、うちはうちっていうのはどういうことかっていうと、あのうちは、あの、お金がないから、もしくは、将来に備えて貯金してるから、今は使えないのよってことだと思うんですよ。でも、私は今ね、将来のための貯金ももちろんしてるんですよね。でも、将来の貯金を優先して、今の可能性を縮めるつもりもないんですよね。だから今も最大限に、 あらゆる方向に伸ばしながらそして将来に対してもいろんなパターンで備えているっていう形があのまあ前倒しで準備するってことなのかなと思うんですよもちろん私があの目先のお金すらなかった頃はこれできませんでしたでもやっぱりねこれからのことって考えた時に自分一人じゃないと思ったらやっぱり備えなければならないものとか守らなければならないものとか残さなければならないものって浮かぶんですよねで出た答えが みんながどうかというのももちろんあるんですけどもなんか多くの方が年金を当てにしてるとかね貯金を当てにしてるとかね結局お金に頼ってるわけなんですよそうではないといつでも稼げる自分でいるかどうかっていうことがまずは問われてるわけであって稼ぎ方も若いうちは体が動くうち,動くうちはねビジネスをしてそしてだんだんと年齢とともに ビジネスののの割割合合をを減らししててていいってその分投資の割合を増やしていくもちろん投資は難しいんでビジネスほど甘くないんですけども投資も徐々に40代から50代50代から60代って慣れていってでいわゆる老後っていう年齢がねどの辺になるか分かんないんですけどもビジネスができないぐらいくたびれた時にはもう投資で利回りを待つって形の方がいいんじゃないかなと思うんですよであとビジネスなんですけどもやっぱり考えたことをトークするこれにつきますねあのコストは かかからなないしうーんなんかね利益無限ですしねそれからやっぱりためになるアドバイスとか困った時に癒されるとかね助けてあげるとか励ませる勇気づけるっていうのは全部言葉だと思うんですよだからどのぐらい偉人の言葉を知っているかとかどのぐらい失敗例を知っているかとかどのぐらい自分が土壇場から這い上がってきたかもしくは自分じゃないけども自分にまつわる人が 危機を脱するためにどんな方法を取ってきたかっていう、そういったケーススタディをたくさんストックすることによって、きっと人のお役に立てるような、そんなトークができるんじゃないかなと思うんですよ。これは吉谷さんとも考え一致しますよね。でしかもそこに、YouTube なんていうね、格好なメディアが出てきて、しかも利用が無料。私は将来、子供がね、もしくは孫ができるかもしれませんけども、その時私は多分いないでしょう。いないけども、 私と対話をすることができるんですよね YouTube を通じて非常に意義ある財産が私は Google 上に残せてるんじゃないかなと思いますそういった意味でもよそはよそうちはうち私は他の人がやらないようなことを多分してるんだろうなと思いますまとめるなら他の人と違うことをやってるつもりでも結果が同じならそれは大して違うことをやってないというふうにくくることができるんじゃないかなと思うんですよいってらっしゃい